ダンスマニアックスセカンドミックス。ダンスマニアックスは2000年に、コナミが発売したアーケード用ダンスゲーム。他に、ダンスマニアックスや、ダンスマニアックスのように空白なしや、末尾の X を大文字にした表記が用いられたり、DMX や、ダンマニと略されることもある。なお、韓国では、ダンスフリークスという名称になっている。B マニシリーズの一つ。 ダンスダンスレボリューションシリーズの成功を受け、同作よりもさらにダンスらしさを高めるというコンセプトで作られたが同シリーズほどの人気は出なかった。なお、同年に発売されたパラパラパラジセとはセンサーの配置や楽曲の傾向などが大きく異なる。発売された作品は以下の通り、ダンス、マニアックスの筐体の特徴としてモニターの下にあるセンサーが挙げられる。 このセンサーは髪型及び、下方の空間を通過する物体を感知する。プレイヤーは画面に流れる譜面に合わせて、左右のセンサーが認識する空間に、腕や足を通すことでプレイする。このセンサーは4つあり、1人につき2つが割り当てられる。プレイ中は、CG ムービーを背景に、赤と青の4つのレーンが表示され、ノートはこのレーンを、下から上に流れていく。 レーンは左から順に青、赤、赤、青と並んでおり、これがそれぞれ左下、左上、右上、右下に対応する。譜面の上にはダンスゲージが表示されており、これが例になると失敗となる。クレジットを投入し、スタートボタンを押し、ゲームモードを選択する。曲を選択する選択した曲をプレイする。プレイ終了後。 ビーマニシリーズで共通で用いられるものは割愛する。これらはすべて、東芝 EMI から発売されている。ありがとうございます。